静岡市葵区の内巻です。発災から1ヶ月が経過しているんですが、こちらの自宅には大量の土砂が今も残ってしまっています。昨日、内巻では静岡市葵区の災害ボランティア6人が被災した家の庭にたまった土砂の撤去を行いました。この地域は台風15号の影響で土砂崩れが発生したほか、内巻川が氾濫し、床上浸水148件、床下浸水93件の被害が出ています。ここまで泥が溜まったんだよ、ずっと。ここまでがずっと泥だった。上にこれ水があと。まさかと思いますね。今まで経験ないから。海野秀夫さん、72歳。台風15号では、家の中や庭に泥などが入り込み、床下浸水に認定されました。昨日はボランティアがスコップなどで庭に溜まっていた土砂を土のう袋に入れ、トラックで家の外に運び出す作業に追われました。ボランティア活動は夕方まで行われ、庭にあった土砂はすべて撤去されたということです。ボランティア始まった当初っていうのは、割とその屋内からの物の運び出しとか結構多かったんですけども、そういったものがだいぶ減ってきまして、その側溝のあの泥出しですとか、まあ、今回 の畑に溜まったものですとか、割とこの外の感じ の作業が増えてきたなというのは感じてます。だ七夕豪雨なき50年近く前にあったけど、あの時はこんな出なかったもん。あの時は流れたもんで、ね、土砂溜まらなかったから、ほとんど。いや、もう頭下がりますね。本当助かりますよ。これ一人でやったって、ほら本当なんぼ住まいじゃないですか。やっぱ全然違いますね。静岡市によりますと、台風15号の関連でボランティアはこれまで4200人以上が活動をしてきました。現在は発災直後と比べると活動する人の数が半分以下に減っているということです。清水区では特に今後人手が不足する可能性があり、静岡市は今月いっぱいボランティアの受付を継続し対応することにしています。